西日本鉄道、サガンウェー号西日本鉄道元、サガンウェー号専用車両、サガンウェー号とは、かつて大阪府大阪市と佐賀県唐津市を結んで運行されていた夜行高速バスである。初めて佐賀県発着となる夜行高速バス路線である。昭和自動車、阪急バスの奇襲店2社に加えて西日本鉄道も参入しているが、これは西鉄バスに 佐賀営業所があるからである。路線開設時には観光キャンペーンが行われていたこともあり、2台で運行される日も多く、順調なスタートのように見えたが、次第に乗客は減少し、常時1台運行となり、それでも満席になることは少なくなってきた。1990年11月には、中国自動車道を走行中の昭和自動車便で、車両火災事故が発生。 的確な避難誘導により死傷者はなかったものの大きく燃え上がるバスの写真が報道され路線イメージの低下に拍車をかける形となってしまった。また、この事故が発生したのは秋の連休中である上、唐津市では唐津くんちが行われている時期であるにもかかわらず一台運行で乗客が20名程度しかいなかったことも明らかになってしまい、バスファンの間でも サガンウェー号の不調ぶりが話題に上るようになってしまった。結局、乗客が増加することはなく、1993年に運行を廃止することになった。西鉄、阪急バスは、ムーンライト号と同一仕様の三菱、不装スーパーハイデッカーを使用していた。西鉄は、佐賀から唐津まで車両を改装していた。昭和自動車は運行開始当初は、 イス図スーパークルーザーを使用していたが、前述の炎上事故で一両を失い、代替車として三菱エアロクイーンエムを導入している。いずれの車両も廃止後は他路線に転用された。ありがとうございます。